はい、どうも、ワドツです。おはようございます。お昼ですね。2017年12月の12日、11時28分ですね。お昼前ですね。よろしくお願いします。ワドです。先ほどありがとうございました。すごかったね。花火何発上がった？前の枠がね、花火、多分ね、30発近く上がったんじゃないかな。すごかったっすね。30発じゃねえや、37発か。37発だね。すごいよね。びっくりしたよ。あんなにいただいたことなかったからさ。嬉しかったです。ありがとうございます、本当に。まあ、まったり放送やりましょう。すごいありがたいよね、本当にね。まあ、でも思ったのがさ、リスナーさんに楽しんでもらうのがやっぱ一番いいよね。なんかね、配信者とリスナーが楽しめるっていうのが一番楽しい。エンビーワード2、さっきありがとね。楽しんでってね。お疲れ。iPhone の SE の新しいやつってどんなやつなんだろう。iPhone の SE 気になるな。なんか新しいのが出るらしいんだよね。新型 SE。どうなるんだろうな。どんなデザインになるんだろう。おかえり、やのラッキー、お疲れ。もう家帰ってきたの？おみのふさん、こんにちは。お疲れ様です。楽しんでってください。iPhone SE 新しいの出たら欲しいなぁ。かなり混雑してた。まあ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 ね。病院とかはね、混んでるよね。すごい。大変だよね。耳痛えな。ヘッドホンかな。耳が痛い。髪の毛切りたいな、さすがに。伸びてきたね。耳が痛い。
おい、あやさん、お疲れ様です。お帰り。バーガー5個ありがとう。ありがとうございます。バーガー5個ありがとう。ありがとうございます。ああ、ヤノラッキー、バーガーありがとう。バーガーありがとう。サンキュー。いやいやいや、やめてください、そんな。やめて。いや、もう本当にありがたいんですよ。ありがとうございます、本当に。そんな少ないなんてやめてください。iPhone SE 2にイヤホンジャックつくかどうか、防水次第らしい。どっちを取るか。ああ、なるほど、防水か。確かに言われてみたらそうだ。イヤホンジャックで防水が不可能になるもんね。確かに。あ、そういうことだったんだ。防水を実現するためにイヤホンジャックの撤廃か。あー、まあ一理あるかな。一理あるかな。まあでもね、充電ケーブルのところに、イヤホンジャックつける付属のアダプターはつけられると思うから。まあまあ、それでも SE 安かったら欲しいかな。いくらぐらいで販売されるかだよな。iPhone SE の新型が出たら欲しいっすね。俺は欲しいかな、それでも。いやいやいや、謝んないでよ、本当に、本当に。マジで。アイテムくれてる人は謝んないで。すげえ助かってるんだぜ。みんなのおかげで食えてんだよ。大掃除。ちょっと床を掃除したぐらいか。ちょっと床をきれいにしたぐらい。ソファーの上片して、こう、全部片付かないとね、本当に。ゴミだらけだから。お、ニコラスさんいらっしゃい。お疲れっす。本当はすぐにでもやらないといけないんだろうけど、全然できてないな。ダメだね、ズボラだからな。おお、砂金町だ、久しぶり。ハートありがとう。こんにちは。ありがとう。いらっしゃい。楽しんでってね。元気？砂金町。早いっていうか、まあちょこちょこゆっくり片していこうかな。いつかがっつり2日間ぐらいかけてやんないと。俺の部屋は間に合わないね。俺の部屋は間に合わない。がっつり片そうと思ってる、本腰入れて。ステゴロは出れなかったんだよね、俺。オファーじゃないんだよ。エントリー式っていうんだけど、出たい人を募集してて、で、出たいっていうことを表明して、で、受かるか、合格するか不合格かっていうんだけど、俺はダメだったから、もう発表してる。ごめん、落ちたわ、つって。だから、俺以外の誰かが受かるんだよ。でもまあ、それでもしょうがないなと思ってて。のんちゃん元気だよ。元気っつうか、まあ、寝た。ご飯食べて寝た。のんちゃんは。後ろに寝てる。あ、潜ってるな。そう、コメント打ってよ、先んちょ。コメント打って。潜る必要ないでしょ。コメント打った方が楽しいでしょ。コメント打ってほしいよ。ロムらないで。みんなで楽しくやろうよ。のんちゃんね、風邪はね、ちょっと治ってないんだよね。それが、なんかゲホゲホしてて。
うちもがっつりやります。がっつりやろう。うん。部屋は綺麗じゃないとダメだよね、やっぱり。部屋は綺麗な方が一番いい。やろう。本気出そう、俺ら。俺らだってできるんだっていうことを証明しようぜ。やる気になりゃできると。ただ、やる、明日から本気出すと言い続けた結果こうなっただけだと。 やればできるんだ。あ、そうだよね。やっぱり順番を決めるんだよね。ここの場所とかさ、本は本とかって決めてやるといいんだよね。それは確かにそうだ。うまいよね。片付け上手する人ってそういうのがうまいんだよね。そう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 。俺は、だから、その頭の中がぐちゃぐちゃになってるからダメなんだもんね。本当にそうだと思うわ。手頃はダメでした。皮膚ピンセットが痛かった。皮膚のピンセット、何それ。皮膚ピンセットって何だろう。まあ、前回負けたからね、俺ね。まあ、勝った人が出るっていうのが、まあ確かにっていう。そりゃそうだなっていう。しょうがないっすね。ごめんなさい。番宣は禁止です。あ、そうだったんだ。足にかゆみ、水虫とかってこと？今回ステゴロ終わってから、前回のステゴロ終わってから便所さん批判が多い。いや、どうだろうな。ステゴロ前も批判多かったけどな。最近便所さん叩かれてる？なんか。そうかな。なんか普段便所さんって、叩かれてることも多い配信っていうイメージだけどな、もともと。ただ、捨て頃前、みんなにいっぱいなんか言われてて、でも、捨て頃が良かったから認められて、元に戻ったっていう印象かな。なんか、叩かれてるって感じしないけどな。あ、そうなんだ。へー。あ、そうだったんだ。あやちゃん、そっから見てくれたんだ。見えないストレス。あ、そうなんだ。あんなに怒ってたみやびくんは捨て頃出るんだね。え、みやびさん、便所さんに対して怒ってんの？なんか、あれでしょ？なんだろう。よくわかんないけど、
マッチポンプっていうか、ただ番宣じゃないの、多分。だからよく、配信会で言われてるのは、本当に嫌いだったら名前も出さなくなるよっていう。名前出してるうちは仲いいっていう。それはね、結構有名な話だよ。名前出すうちは全然仲いいんだよ、ディスってる時とか。仲いいんでしょ、もともと。仲良くないとディスれないもんね。いや、ミュウツーと何回も揉めてるよ、あやさん。俺大っ嫌いだもん。人の悪口ばっかりなんやじゃん。のんちゃんが一回ね、ブチ切れて、のんちゃんがボコボコにしてるもん。ごめんなさい、NG ワードです。YouTube 拝見しました。あるあるだよね。あの時ののんちゃんはすごかった。いや、だってもうずっと怒ってたんだもん。だからもうやめろっつってんのにやめないんだよね。もともとね、なんかね、しれっとここのリスナーだったんだけどね、何に対して怒ってるのか全然わかんなかったんだよね。まあでもね、好きな配信者とかさ、別に特に本人に悪いことをしたわけじゃないのにさ、あんだけ何ヶ月間も誹謗中傷してたらそれは怒るわな。ずっとだって鬱憤溜まってたもん、のんちゃん。やっぱだから人の悪口とかダメだよね。いや、よくないよ。何か本人にしたのかっていう問題もあるじゃん。悪口はダメよ。おはよう。ありがとうございます。さすがに甥は保護者に任せました。ああ、そうだったんだ。
そう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 。結婚してやってもいいぞって出れてた。あ、そうなの？うん、谷さんって言って、ここのリスナーさんでもあるんだよ。すげえ変わった人で面白いの。え、何？結婚してやってもいいぞって言ってたのは、石野が言ったの？谷さんが言ってたの？どっちが言ってたのかで、だいぶ状況変わるんだけどな。うん。なんかうまくいってるみたいよ。セックスフレンドの人だよね。なんか、正月まで、保護するって言ってたよ。石野が結婚してやってもいいぞって言ってたの？すげえな。あの二人面白いカップルなんだよね。カップルとは違う。付き合って恋愛感情はないって言ってたけど。性欲と動物保護の観点で、家に住ませるって言ってたけど、谷さんは。動物から、養って保護したペットから結婚してやってもいいぞって言われ、だからどういう状況なんだってなる。そんな感じだったんだ。養われて、養わせてやるぞって言ってた。いや、本人がコメント書いてたよ。いや、性欲処理と動物保護の観点で、1ヶ月保護することにしました。 うん。いや、谷さんっていう、その女性リスナーさん、すごい変わった人なの。うん。結婚してやってもいいぞって。どんだけ上から目線なんだ。なんか石野の放送面白いよ。なんか石野がちょっとハッピーになってて、幸せになってるんだよ。なんか花火師さんもすげえ人がついて、ガンガン花火上げられてるみたいよ。スーパー花火師さんがいる。その人とは別の人で。すごいよね。切り開いたよね。え、っていうコメント書いてたよ、昨日。性欲処理と言ってたかどうかわかんないけど。で、恋愛感情はっつったら恋愛なんかしてないって怒られたの、昨日。いや、そう、幸せなの、石野は。ホームレスなのに幸せになっちゃった。丸くなったよね。いや、多分谷さんのおかげだと思うんだよね。谷さんが結構ほんとぶっ飛んでて、なんか1ヶ月に3日しか石野くんは止めないって言ってて、なんで？って聞いたら、1ヶ月に1回会った方がセックスが燃えるからって。セックスのために石野くんをこう3日間しか済ませないと。っていう話だったりとか、なんかこう、なんつうの？性にオープンだし、リスナーさんなんだけど、なんか結構ぶっ飛んでるの。コメントとかも。なんか石野にすごく似てるっていうか、ぶっ飛んでる系の女の人で。なんでも性のこととか赤裸々に話す人なんだよ。46歳かな、今。そう、昨日年齢聞いたら46歳だよって言ってて。なんつうんだろう。もうぶっ飛んでるっていうか。多分あの人との出会いが石野を変えたんだよね。谷さん面白いよ。うん。石野がだって言ってたもん。ぶっ飛んでますよ、この人って。あ、ぶっ飛んだって石野がね、ぶっ飛んでるってなかなか言わないよね。うん。あ、まあ遠距離恋愛とかね。まあ恋愛はそうでしょう。大事でしょう、そういうの。うん。大事だと思うよ。恋愛を大事にするっていうのは。まあだから、なんか人との出会いで幸せになったんだったら嬉しいなとか思って。本当に幸せそうで、石野。うん。谷さん、可愛いっすね。可愛いって出れる。あ、まあ美人なんじゃないの？うん。多分。多分、あ、石野って、なんだろう、ブスだったらブスって言うし、デブだったらデブって、可愛かったら可愛いっていう性格じゃん。だから、普通に谷さん、美形なんじゃないのかな？わかんないけど。絶対そんなこと言わないでしょ？結婚してやってもいいぞとか、可愛いっすねとか。あいつだって、おべっかとかさ、お世辞とか絶対言えないじゃん。うん。うん。絶対言わないもんな。だからまあ、美形な人なんでしょう、多分。あ、人との出会いっすね、本当に。うん。人との出会いだと思いますね。全部が全部。
一期一会。なんか本物に出会うと人生が根本から変わるっていうセリフを聞いたことがあるんだけど、本物の出会いは、人生根本から変わるってあるんだなっていう。いや、石野が惚れてる状態じゃん、完全に。石野30歳、恋をするの巻。恋をするの巻。第11035話。石野は幸せになってもらいたいな。現代社会でね、なかなかホームレスにまでならないもんね。ほっこりするよね。やっぱね、男は女の人がいないとダメなんだよ。まあまあ、俺は石野が幸せだったら何でもいいや。なんか楽しそうになった方が嬉しいよ。いや、なんだっけ、金のわらじを履いてても年上の女房は探せだっけ。これはね、もともと年上好きだからあれだけど、本当にそういうのあると思うよ。なんか、若いといろいろ大変じゃん。これは全然年、同じでいい。年ね、近くていいなと思うよ。1月に追い出されるっていうか、いや、関係はうまくいってるみたいな感じだったよ。だからまた1ヶ月に1回セックスする中にセフレに戻るんじゃないの。俺は全然2人がそれでいい関係になってるなら全然ありだと思うけど。別にね、結婚してるわけじゃないし、シャニさんも石野も。誰もね、2人の恋愛を止めることなんかできないもんね。ありでしょ。あ、そうなんだ。あ、なんか若い女の人が好きっていうのはあんまり自分の中でよくわかんないんだよな。あんまりピンとこないね。若い人が好きっていうのは。若さって良さなのかっていう。日本人はね、大体ロリコンの DNA だって言われてるから、ロリコンの人が多いんだろうけど。俺は女性は年上の方が魅力的に感じるかな。息子って何？お付き合いしてるってこと？え、何？そんなでかいの？あやさんの息子。どういうこと？
マジで？俺、あやさん、すげえ若いリスナーだと思ってたんだけど。そっちの方が驚きだわ、俺。すげえな。ほんと最近の女性もう年齢わかんないよね。まあでも2個上とかだったら全然許容範囲でしょ。石野とか俺とかね、15個上とかそういうレベルだからね。すげえな。私の彼氏も年上好きで40代向けのファッション雑誌勧めてくる。熟女ブームなんかな。もうブームとかわかんないけど。なんか、俺は昔から、なんか、色気を感じるのは、27とかでも若いって思ってたもんね。20代の頃。27からこう30代後半ぐらいまでが女の、もう27でも嫌だな今。30代入ってないと嫌だね。30代から上だったらいいやっていう。20代の子とも付き合いたくないもん。なんか考え方が絶対価値観が合わないと思う。若い感性みたいなもんは魅力的に思わないね。いいと思えないな。なんか成熟したものに美しさとかは感じるけど、のんちゃんでっていうか俺年上の人同級生から上としか付き合ったことがない。一人だけ年下の人がいたけど、熟女にはまった。まあのんちゃんが熟女って失礼でしょそれ。 失礼なのかどうのか、まあ、事実なのかどうのか分かんないけど、ちょっとその辺はよくわかんないけど、ね、失礼なのかどうなのかは。でも別に年齢気になんないかな、付き合ってて。全然気になんない。いや、わかんない。失礼なのか、失礼じゃないのかわかんなかった。ごめん、俺もよくわかんなかった。なんかごめん。俺もごめん。ちょっとわけわかんなくなったね、お互いね。あ、まあまあまあ、でものんちゃんより年下だからな。こう考えたらのんちゃんがね、15歳の時の子供でおかしくないんだもんな。まあそんなことはありえないけど。何歳からなんだろう。AV 業界って24歳から熟女とか、そんな感じじゃなかった？ AV 業界は。24歳から確か熟女とかだったような気がする。めちゃくちゃだよ。AV 業界のその裏設定っていうか、その、あんまり公表されない設定って面白いんだよね。はい、おはよう。世界は AV の価値を基準にできている。いや、そんなことない、そんなことない。俺は AV の恋愛観あんま肯定的に捉えてないから。そんなことないでしょ。 あ、でもエロが世界を回すっていうのあるよね。エロい動機がテクノロジーを生み出すっていうのは確かにあるなぁとは思うけど、 AV の価値観を基準に世界は回ってないよ、別に。あ、でもね、アダルトビデオすごいからな。変態だもんね、日本人ってね。ジム通ってないっすよ。世界はエロと戦争で発展した。あ、まあ、それはあるかもしれない。エロは大事だね。ハッピーなエロは大事だね。
エロいのは大事に。賞味期限切れちゃうなって言われるってことは、賞味期限切れてないよ母さんっていう裏返しだから、母さんいつまでもセクシーだねっていう息子からの、ただそうは言えないじゃん母さんに、母さんまだいけるよっていうのはおかしいでしょ。だから賞味期限切れちゃうねっていうのは、切れてないよっていう息子からのエールだと思うよ。母さんいいよ、母さんいけるよっていう、そういうことじゃないの、わかんないけど、うん、AV のどこら辺が嫌、なんか全然アート的ではないっていうか、なんて言うんだろう、もっとエロさってあると思うっていう。なんだっけな、ため池五郎だったっけな、なんかいい AV レーベルがあるんだよね、ちゃんとドラマを作ってるレーベルがあって、そこの AV は良かったんだけど、すげえ高いんだよね。ため池五郎じゃなくて、なんだっけな、なんかそのピンク映画っぽい作風で撮る AV メーカーがあるんだよ。1本2万円とかするんだけど、なんかソフトオンデマンドとかさ、そういうなんか普通のレーベル、一般的な可愛い女優さん使ってみたいなのはあんまり、なんかもう本当にポルなんつ、なんて言えばいいんだろう、その抜くための装置に尖らせた感じがしちゃって、なんかあんまりグッと来ないかな、微妙っていうか。これリスナーさんからプレゼントで、うん、高いやつで1万6000円ぐらいかな。まあそのヘッドホン好きな人は5万円以上とか余裕で使うし、うん、俺はまあプロとかも全然使う、 PA とかは使うようなやつかな。ヘッドホンいいやつですよこれ、 DJ とかが使うやつな、うん、こうパカッて開く、あとこうなんつうんだろう、こういう風にやって外音とかが聞きながら、うん、こういうことができたりするタイプだから、すごい。これはストーリー重視だね、すごくね。でそのなんだろう、顔が可愛いだけじゃなくて、うん、AV 女優っていうぐらいだから、そのそんなに可愛くないけど、その演技をしだしたらすごくなるような、なんかそういう女優さんが好きですね。なんかこう光るようなね、何か。あ、そうだ、カンパニー松尾さんとか、ヘンリー塚本だ、それ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 だ、ため池五郎じゃない、ヘンリー塚本だ、ヘンリー塚本いいよね、ヘンリー塚本だ、ありがとうベキラボン。そうだ、あのストーリーっぽいよね、ヘンリー塚本高いよね、2万ぐらいするよね、ヘンリー塚本だ。そうだ、風船10個ありがとう。あー、またまた来てください、ありがとう、風船10個ありがとうね。お洗濯しながらラジオ代わりで、そうだ、ヘンリー塚本だ。なんか作品として AV を見たいよね。ああ、あるあるある、ね、世界観っていうか絵の構造が根本的にやっぱ違うかな、女性の場合だと。なんか綺麗なんだよね、女の人の AV って。ああ、ジュエルとかゴールドマンっていうのがあるんだ今。でも AV 見ないな、もう。やっぱり独身の人が見るもんだよ。な、のんちゃんと一緒にいるし、AV 見る機会ないよな。うん。うん。でも、まあ、難しいでしょ。
のんちゃんいるよ。うん、いるいる。寝てる。昨日お酒飲んでたから疲れちゃったんでしょ。スピーって寝てるよ。スピーって、子供みたいに寝るからね。ハートありがとう。あ、でもね、俺はね、のんちゃんと付き合っててその年齢差感じないのが、あの経験とか知識とかすごい豊富なんだけど、のんちゃんってね、あの若作りをしてるとかじゃなくて結構子供っぽいところがあるよね。あの性格的に、うん、それはね、ぶりっ子をしてるとかじゃなくてね、なんかね、ちょっとね、抜けてるところ、子供っぽいところがあるんだよ本当に。ない、だからあんまり年齢の差を感じないのかもしれない、俺自身が。今言われて気がついたけど、なんかそんな感じがするな。そんな感じしない？うん、雰囲気、そうそうそう。あ、だからね、俺はね、年齢的なあのロリコンではないんだけど、あのね、確かにおばさんで、その元ロリロリは好きなの。足立由美とかも好きなの。だからぶち抜けてる。 KK カオスいらっしゃい。KK カオスいいよ。KK カオスいいよ、すごく。うん。すごく優しさが溢れてる。うん。だからなんか、こう、若い感じがする。なんかね、俺ね、ツイッターで今リツイートで、ロシアのイラストレーターさんがね、ツイートでリツイートされてる、多分有名な人なんだろうけど、日本人で、あの日本でイラストレーターをやってる人で、でそのイラストがリツイートで回ってきて、あ、この人の絵かっこいいなっていうイラストレーターさんがいるんだけど、俺ね、カオスの絵を描いたと思ったの最初。あ、誰かが、職人さんがカオスの絵を描いたんだと思っていいねボタンを押したんだけど、どうやら全然違くて、ちょっとね、絵がね、カオスに似てるんだよ。それがね、カオスのことを描いた絵ではなかったの、全然。ただ普通にイラストとしてリツイートで回ってきただけなんだけど、ちょっと見せようかな。優秀な核弾頭のような美しさ。な、お前、人の彼女核弾頭ってなんだそれ。ちょっと待ってね。うん。いや、俺は本当にカオスの絵だと思ってたのよ。あ、誰かね、イラストレーターがカオスの絵描いたんだと思ったんだけど、全然関係なかったんで、ちょっと見てもらおうか。いきまーす。ちょっとカオスっぽくない？わかる？俺の思い過ごしかもしんないんだけど、ちょっとカオスっぽくない？違うかな？違うか？もう。ダリルっていう人なの？ダリルって何？イリアっていうロシア人の日本のイラストレーターの人？違うか、うん、俺カオスの顔結構好きなんだよ。本当にいい顔してる。違うか、似てるけど違う、うん、思い過ごすかじゃあ、うん、好きですね。ご無沙汰でした。何がご無沙汰だったの、うん、どういうこと、ご無沙汰でした、うん、好きだね。アフガニスタンの山奥で拳銃作っているらしい。ウォーキングデッドのダリル。あ、わかんねえよ。ウォーキングデッドがわかんねえよ。なんかのキャラクターなんだろうね。あ、なんかのアニメのキャラクターなんだ。これは。ダリルっていうキャラクターなの、これ。あ、そうなんだ。わかんないね。難しいな。証拠写真ある。え、何それ、どういうこと。それ見たいんだけど。キャラクターなんだね。
カオスが俺、絵の仕事してるのとか、イラストレーターとか全然知らなくて、デザイン関係のことを。ただ、なんだ、麻の模様とかの T シャツを見たときに、あ、この人プロだって本当に思った。すげえ才能あるんだと思って。びっくりしたよな、あれは。もう構図が普通の人と違うんだよね。いいよね。なんかこう、絵とかで表現できる人はほんとかっこいいなと思う。羨ましいよ。な、表現者はすごい。クリエイター、神だからね。その世界の神な、世界を作れる。いや、ちょっと買おうかなと思ったんだけど。じゃあ、そうだ、カオス、ビットコイン。そうだ、カオス、覚えてる？カオスいる？まだ。メジョさん1週間半、今。カオス、VA 通ってたよ。気づいた？カオス。カオスいなくなったかな？カオス今、あれ？カオスパソコンで見てんだっけ？違う違う違う。カオスの VA が通ってるの。違うの？俺カオスの VA 買うって予約入れたから。え、これ言っちゃいけなかったのかな？気づいてないでしょ？多分、本人で。バリュー。気づいてないでしょ？マリオにカオス通ってるんだよ。ピックアップに乗ってた。俺びっくりしたんだよ。知らないでしょ？マジだよ。通ってるよ。マリオログインしてごらん。見てなかったでしょ？俺だからカオスのマリオ買おうとして、もう落札入れてるから、許可ボタン押してよ、早く。販売して。俺もう落札入れてるから。マジ？なんか通ってた。なんか多分規約が緩くなったんでしょ？なんか一気に3、40人ドワーッと入ったの。バリューに。新規が。で、俺トップ3にいたんだけど、なんでこんな新規増えたの？と思ったら、多分規約緩くなってるよ。あ、バリューまた売れた、俺。またバリュー売れた。すげえな、バリュー売れまくってんだけど、俺。バリュー売れまくりだわ。そう、だから俺、カオスのバリュー安いじゃん。俺のビットコインで買おうと思った。あ、売れてないわ。早くバリュー売って。カオス。俺バリュー欲しいからカオスの。そりゃびっくりだよね。ほら、公開されてるでしょ。ちょ、待ってね。ほら。クソカスカオス。で、データのとこを見るよ。ほら。これ1って俺だから、これ。俺も買うって決めたから、カオスの。カオスは43万だから、43万円のバリュー。発行 VA 1000円できるから。俺1バリュー買うから。これ俺ね。頼むぜ。カオスさんバリューやってる。俺はカオスのバリューは持っておくことにした。ちょっと嬉しいよね。便所さん番らしいよ、1週間番。売り方が分からん。自分のページがあるじゃん。自分のページがあるでしょ。これ俺のページなんだけど、ここのバリューを売買するってをクリック。売買するの、売るっていうやつをやるの。これで売る。これの次のページに売るってあるから。なんか金玉出してねえよ、肛門も出してねえよっていう怒りの釣り人が書いてあったよ。 ただ金玉も出してねえ、肛門も出してねえよ、見えてねえし、みたいなツイートだったから、多分それに近いことはやったんだと思うよ。ふわっち1週間半だね。ただリスワンは取れたって言ってたよ。
何があったのかは分からない、俺。だからまあ裸踊りとかなんかまあギリギリなことやったんでしょう、多なんとなくだけどね。あ、売れたかな？あ、バウスの、カオスのバリュー買いました。ありがとう、カオス。カオスのバリュー買いました、僕。ありがとう、カオス。俺のページ見てみるとわかるけど、ここの下ね、保有中のバリュー。俺のアカウントが保有してるバリュー。はい、カオス。これカオスね。クソカスカオス。買ったよ。ありがとう。カオスのバリュー買いました。僕のアカウントのカオスね。これカオスのバリュー。よかったよかった。買えた買えた。売れたでしょ。 よかった。カオスの、ほらほら、カオスのページ行くと、そうだもん。カオスのページに、バリュー、ほら、ワド、バリュア。カオスのバリュー持ってますよってなってるでしょ。ワドって。はい、カオスを買いました。得点つけて。野田総理は その件については私はなかったことに。 いや、高いんだもん、野田総理のバリュー。堀江さんのバリューも買おうかと思ったんだけど、高いんだもん。ちょっとごめん、ちょっとごめん。とごめんなさいだね、それは。あれっつって、なんで乗っかったの。でもね、着々と俺のバリューは増えてるんだよね。あ、買ってくれんの、みのむしさん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。違う違う、いくらもらってないって、俺。違うって。え、でも野田はまだ価値ある方なんじゃないの？野田のどれくらい買ったの？いや、違うんだよ。だから、それは、あれだよ。あって、違うんだよ。いろいろあるんだよ。野田のバリューっていくらだったの？ちなみに。まあ、わかんないよ。爆上げするかもしんないよ。ゆうやさんはどつ？ステマにやられました。ステマとかないよ。野田俺のこと嫌いだもん。俺のバリュー買ってね。もしよかったら俺のバリュー買って。ていうか、なんで俺バリュー売れてんだけど。なんでだと思う？俺のバリュー売れまくってて、今ね、何個売れてる？バリュー何個売れてんだ？俺のバリューね、42バリュー売れてんだよ。すごくない？カオス。何の宣伝もしてなくて、リスナーさんが買ってるわけじゃなくて、42バリュー売れてんの。ちょっと意味がわかんないよね。何なんだろう、これ。すごいよね。で、1個あたりの単価は140円だから、140円かける、いくら？ 42 バリュー売れてんだよ。なんだろうね。優待なし。俺つけてない。単純になんか面白いと思ったから買いました、みたいな。なんか伸びそうな、みたいな。雰囲気とかノリで買いました、みたいな。いや、俺のこと知らないんだって。だから雰囲気で買って、ノリで買ってくれたんだって。そう、コメント書いてくれた人がいたの。なんか知んないけど、売れたみたいなこと書いたら、いや、僕はノリで買いましたよ、みたいな。持ってるんだよ。でも、優待面白いのいっぱいあるね。本当に。なんか、東京都内でカフェをする優待とか。で、バリュー持ってくれてたらコーヒー代出します、みたいな。なんだそれ、みたいな。コーヒーおごり続けてくれんの、この人、みたいな。なんか、面白い人いっぱいいるんだよ。で、バリューさ、芸能人とか、すげえいっぱいいるんだよ。有名な人。
びっくりしたのがね、最近バリュー始めた人で、ちょっと待って。なんだっけな、びっくりした人いたんだよな。あれだ。あ、天竺ネズミだ。天竺ネズミの人やってたよ。あの芸人さん。ええー、とか思って。なんか吉本の芸人さんとかが結構参入してて、多分トロサーモンの久保田さんがやってるのが原因なんだろうけど、結構堀江貴文とか芸能人がいっぱいいて、え、バリューいいんじゃないの？みたいな。伸びそうじゃね？みたいな。多分サムネイルのインパクトじゃん。あ、また売れた。あ、ありがとう。買ってくれたよ。ありがとう。カオスが俺のバリュー買ってくれた。ありがとう。ウケるな。ちょっと面白いな、これ。なんかでも、本当になんか、何が面白いかっていうと、インスタグラムみたいに、実業家とか、陽キャがやってるのよ。だからなんか、仕事をみんなちゃんと紹介してて、僕はこういう活動でこういうことやってます、みたいな。サムネのインパクトは、ほら、俺が、ほら、ニコ生で鍛えられた釣りの技術があるから、これは目立つでしょ？だって。この人何？ってなるでしょ？だから俺がインターネットの、集客が得意っていうのがあったんじゃん、もともと。これ目立つもんね。サムネも目立つじゃん。だからやっぱそういう部分では得してるんだろうね。うん。俺、自分なりのマーケティングっつうか。それが功を奏したんだろうね。功を奏したか。日本語の使い方最近ダメなの。ナルシスト？まあ、そうだよ。でも配信者でナルシストじゃないやつなんか俺いないと思うよ。全員、どっかしらでナルシズムはあると思うよ。本当にイケメンだと思ってるかどうかは別として。トップのツイッター、フェイスブックの地球マーク。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。今調べる。バリューの。あ、この地球のマークは、自分の設定する URL。俺はふわっちのトップ URL にしてるから、好きな URL 貼っていいよってやつね。YouTube とかもこのマーク。要は、Twitter とか Facebook とか、もう、シェア取れてるやつはアイコンつけてるんだけど、もう自分のホームページとか自分が好きな URL 貼ってくださいみたいなやつ。ナルシズムは自己嫌悪と紙一重。そうなんだ。俺家に鏡ないんだよ。ああ、まあ風呂場にはあるけど、実はね、鏡見ないんだよ。なんでか教えてあげようか。毎日俺自分の顔見てんだよ。配信で。モニターに自分の顔ずーっと映ってんの。もういいんだよ、自分の顔。ずっと自分の顔とコメント欄見ながらもう喋ってんの。ずっと鏡、そう。ずっと鏡見てる状態だから。いいの、俺は。あれ？ペコは？ペコ？明日の裏いる？釈迦？え？釈迦？あ、びっくりした。なんで寝てんの、そんなところで。お風呂場で寝てるよ、釈迦。なんでこんな明るいのに寝るんだ。 自分の顔も声も慣れるね。慣れる慣れる。釈迦でーすって。うい、チキンさんいらっしゃい。お、アメジン、お疲れ。あ、っていうかさ、アメジン聞きたいことがあったんだけどさ、いや、なんか、掘り下げるとかさ、ほじくり返す気はないんだけど、単純に気になってて。え、何？降りたんでしょ？自分から。何があったの？あ、まあ、言いたくなかったらいいんだけど、スルーしてくれていいんだけど、普通に気になって。なんか、龍彦確定の流れが全然わかんなくてさ。スルーだったらごめんね。全然俺、放送見てないからさ。そう。なんかあったのかなと思う。スルーだったらスルーで全然いいから。そう。あんなに頑張ってたし、ほら、スパーとかやってたから。そう。全然ね、やる気満々だと思ってたから、びっくりしちゃうんだよ。基礎体力全然ね、仕上がってきたのに。
まあ散々字幕で説明してると思うけどね。まあ見てない俺が悪いんだけどさ。っていうか昨日のあれね、チンコ踊りおじさんよかったな。なんかつい集まっちゃうよね、あの人ね。いや、アメリカーノやる配信者がいるんだけど、アメリカ人におすすめされて、すげえ面白いのよ。毎回、バンになるの。毎回必ずバンになる配信者がいて、アメリカーノやって、要は裸踊りやってバンになるっていう配信者で、もう21回ぐらいバンになってんの。だから、アメリカ人がすげえ面白いって言ってくれて、もう稼ぐとか花火もらうとかじゃなくて、もう完全に尖ってるのよ。バンになりに来てんの。で、昨日もバン明けに放送したら、なんか雑談をしてるのよ。毎回アメリカーノしかやんなかったのに。で、みんな、まだ？とか、はよ、今日は長えよとか、雑談なんていらないよみたいな空気で、俺も、なんか、伝説の配信者だと思ってたのに、なんか、もうがっかりしましたみたいなこと書いてて、そしたら次枠で、普通に雑談1時間くらいやったらいきなり、アメリカーノ始まって、またバンっていう。そう、なに、今日晴れて20、23回目なんだ。あれ面白いよね。あれはハマる。そう、もう配信者が集まってくんの。そう、またこいつか、みたいな感じ。で、そいつが面白いのが、ふわっちの運営さんが、巡回がしない深夜の時間帯とか朝方の時間帯に狙ってやってくんの。そう。だから、今回の番、22回目の番の方ね、要は1個前の番の方は、1時間ぐらいアメリカのやらされたんだよね。番まだか、番まだか、みたいな。ふわっちの運営さんが仕事してないっつって、1時間踊らされた。もう、椅子の上で、裸踊りで逆立ちとかしたりいろいろやるんだけど、バンにならなくて 逆になんか泳がされてんじゃねえかみたいな すげえ面白いんだよ。キャスの配信者らしいんだけど、そう、あえてふわっちを売名ツールにするっていう、逆じゃん普通。そう、ふわっちをもう捨てるっていうかさ あそこ美学感じるよね、本当にね。だから雑談の時ちょっとがっかりしたんだけど、フリだったの。いや、俺だって配信やりたいじゃんとか言って、なんか今まで顔すら出さなんか、顔もほとんど踊ってるから出てないのよ、今までは。だけど、なんか普通になんか語り始めちゃってて、あ、終わったな、こいつとか思って、なんかがっかりですとか書いたんだけど、やってくれたっていう。それは前振りだったの。もう、あいつは面白い。もう、なんつうの、バンになりに来るっていう発想がすごい。そう、すげえなーっていう。もう花火もらおうとかね、アイテムもらおうとかじゃないの。邪心がないの。閲覧稼ごうとか。目的はただ一つ。バンになりに来たっていう。新しいよね、バン芸人。なんていう人だっけ、あの人。名前も覚えてないんだよ。アメリカーノのおじさんっていう。若いんだよね、でもまだ。でも運営が A 番にしないところでね、なんかちょっとね、運営とのやりとりが面白いんだよね。規制が緩いの。もう21回もバンになってんのに。キラッチューだ。そう。アメリカのに対する意識がすごいの。だから、キンバイファミリー6でもないよね。もう、キンバイさんが作ったモンスターみたいなもんだよね、あれは。もともとキンバイさんがニコ生でやってた芸なのね。毎回、1万人コミュ作ると、記念でもうアメリカーノが始まって、コミュ爆破するっていう。で、1万人コミュまた作るっていうのが、金梅さんのスタイルだったから なんか、思い出すよね。これだよ、これだよっていう。そう、金梅の意思を受け継いだんだよ。初期の金梅ね。いやー、面白いなー。金梅ファミリーではないの。だから金梅の意思を受け継いでの。最初の頃の金梅さん、ニコ生時代の。アメリカーノっていう曲があるんだけど、その曲をかけながら裸踊りをする。お盆とかでこうやってチンコを隠すやつあるじゃん。あれをやるっていうのが金梅さんが編み出した技なのね。そう、金梅アメリカーノで検索したら多分動画がいっぱい出てくるけど。本家超えだよね。黄金の精神を引き継いだもの。そうそうそう。金色に輝くハエ。アメリカ人が発掘したって言っても過言じゃない。前からいるいるいるっていうぐらいには認識してたんだけど、見たことねえわ、みたいな感じだったの、みんな。あ
あ、なんか裸踊りするバカね、みたいなやつだったんだけど、アメリカ人が、いや、違うと。見てくれと。面白いからっていう。もうすごいと、キラチューはって言って、見始めたら本当に面白いの。何が面白いかっていうと、もうバンになりに来るだけなの、本当に。で、ノリが面白くて、もう運営まだみたいな。早くバンにしましょうみたいな、なんつうんだろう。リスナーが楽しんでるんだよね、すごく。拡散すんのよ。配信者とか影響力あるのは、もう広めなきゃっていう使命感で、俺も一回ツイッターでリツイートしたんだけど、アメリカ人がよくやんの。そう、キラチュー始まったぞっつって、みんな応援だっつって、見逃すなよって言って、そう、だからその配信を見たらなんかラッキーみたいな感じなのよ。もうすぐバンになるから。そう、アメリカ人のポケモン。あ、リナネコとかも昔から見てんだ。あ、深夜から早朝に現れる勇者っつって。 ああいうの面白いよね。そう、だからレアキャラなのよ。そう、その一瞬しか現れないから。でも噂が噂を呼んで、もう結構昨日なんか100人集まってたよね。閲覧、同時閲覧100人とかになり始めてて 徐々に有名になってきてんだよね。またお前かみたいな。でもさすがに昨日はなんかこう雑談をしちゃったから一回トーンダウンしたよね、1時間。 でもそれが振りだったから面白い。俺も諦めて配信始めちゃったんだけど、見たかったわ、あれ。どういう流れでああなったのか分かんないから。もうでも、アメリカの音楽流れた瞬間、来たーって感じでしょ、多分。それこそ来たーだよね。来た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 ーっつって。みんな正座してパソコンの前で1週間から10日間ぐらい彼の配信待ってる。でも本当にそんな感じだよね。1週間に1回、バン明けの季節だって感じだよね。本当に。あーって、キラチューがバン明けかーっていう。アメジンのポケモンは河瀬くんとかいいキャラだし、その人も見てもない。あ、河瀬くんわかんないな。いい人が多いよね。中西マンとか。アメジンポケモフワッチナンバーワンのバン保有者。すごいよね。A 版になってないんだもんね。毎回どんな言い訳をフワッチしてるのか聞いてみたいよね。いや、なんかいい風を吹かせてるんだよな。あれは何？ツイキャスでは有名配信者なの？どうなんだろう。ツイキャスでは力あるのかな？まあ、なんか、あのスタイルをなんか1年ぐらい続けてほしいよね。バン100回目とかやってほしいよね。A 版にはなってほしくないな、彼には。キラチューには。ああ、そうなんだ。ああ、本当だね。あ、でもほら、俺の知り合い、アメリカ人何言ってんだよ。和道ポケモン舐めるなよ。こっちにはお前、牛丼混ぜ男がいるんだよ。そんなね、こっちはテレビに こっちのポケモンは強いぞ。全勝グループの公式ホームページで叩かれるぐらいだから。A 版だぜ。初の。フワッチ初の A 版ポケモンだよ。闇将軍。甘いよ。モンスター抱えてるから。トング牛丼混ぜ男だっけ？ フワッチで A 版ってもう一人ぐらいいなかったっけ？闇将軍と、あと誰だ？誰かいなかったっけ？ A 版って。もう一人なんか覚えがあるぞ。誰か知ってる？フワッチ A 版。誰だったっけな？誰だったっけ？あ、のぞみさんだ。そうだ。そうだ。そうだ。のぞみさんだ。そうだ。そうだった。
なんか声が映るとバンになるとか、映像が映るとバンになる、もらいバンクラ映ってみんな逃げてたんだ。そうだ、思い出したわ。それだ。走って逃げ、ふわっち配信者が 走って逃げる存在だ。映らないでっつって。のぞみはなんで A 番になったんだっけ？なかなかいないよね、A 番。永久版。なんだろう。ずーっと今朝からね、カラスが飛んでるんだよね、家の周りを。怖え、でかいカラスが。なんなんだろう、あのカラス。すげえ怖えよ。カー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 鳴いてて。家の周りをバサバサ飛んでんの。一匹のカラスが。住み着いたのかな。アンチのカラスかな。ペコとシャカ狙ってる可能性もあるからな。ねえ、ないだろう。ないだろう。さすがにそんなことなくない？新型のドローンなの。めちゃめちゃ怖い。カラス怖いんだよな、頭いいから。カー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 、俺が家の前通ると、向こうの家の天井からカーカーカーって、ずーっと俺の家の周りブンブン飛んでんの。朝から、今朝から。何なんだろうな。やだな。あ、でもカラス型の新型のドローンは考えられるよな。スズメとかね、鳥型みたい。BB 弾、どうなんだろうね。BB 弾で野生の動物追い払うって。イノシシとかね、農作物とか。違法なの？犯罪なの？その野生動物とかの被害を食い止めるためで、あくまで。ああ、なるほどね。もういないでしょ？その人。まだいんのかな？なんか俺のアンチって俺に凸かけてこないよね、絶対ね。子供の頃鳥打ったら頭貫通してお亡くなりになった。うおー、すげえな。鳥ってだって骨とか薄いもん。飛ぶためだから、軽量化してるから。シャカとかペコいるから分かるもん。いや、何だったっていうか、まあよく分かんないよな。そんなわけないでしょ。美味しくいただいても問題だわ。食べりゃいいって問題じゃないの。何なんだろうね、あのスタッフが美味しくいただきました。あの一文でなえるんだけど。だからもう面白いことなんかできないな。薄いっていうか、釈迦は 25g だよ。だから多分タバコより軽いんだよな。タバコより絶対。タバコどれくらいだ？釈迦これくらいかな。あの大きさで脳みそとか骨とか羽とか全部含めて、多分タバコの方が重いよ。多分ね、タバコの方が釈迦より重いと思う。だから BB なんで打ったら、まあ貫通するよ、絶対。打たれたことあるし、 BB なんで。血まめとかになるし、裂傷を起こすから。多分耐えらんないと思う。いや、ガンザと例え一緒じゃないよ。ガンザの話してない。エクスキューズ。まあでもね、どうなんだろうね。なんか逆にそういうことをコントにしてほしいけどね。そういうなんかクレーマーとかさ、の裏側みたいなのをコントでやるような人って出ないよね、最近ね。皮肉るっていうかさ、皮膚にめり込んだ。すげえな。
威力が高かったんだね。皮膚にめり込む、すげえな。そんなんでよく撃ってたよな。殺傷能力あるでしょ、下手したら。危ないよ。壁にしてる木も BB 弾刺さりまくだった。へえ、刺さるんだ BB 弾が、すげえな。アメリカの空気銃は未だにエグいパワー。あ、規制がされてないんだ。まあだって実弾持てるんだもんね。うん、なんだっけ、修正憲法第2条だっけ、武装ミリシアの権利って言って、なんだっけ、アメリカ軍が持ってる銃の、はい、とんでもない数持ってんだよね。3億兆とか流通してるんでしょ。民間人が持ってる銃の量がとんでもない、もう軍隊よりはるかに多いんだよね。だから武装権、要は本当の自由は何かっていうところになるんだけど、アメリカ人の思う自由ね、要は政府が悪いことやったら民間が軍隊とかしてボートとかして政府をぶっ壊せる権利っていう。だから政府を民間が監視する。だから奴らの言ってる民主主義が本当の民主主義なんだよ。今のと違ってエアタンク、トラックのフォンとかに使うやつにレギュラーつけて25気圧で撃ってた。普通常が12気圧。あー、まあまあまあ倍近く。だから飲み息をする権利ってことよ。それが民主主義だっていう根本なの。アメリカ人らしさ。だからまあ、その、なんつうの、民兵が作った国だよね、まさに。実家の犬が近所の子供に BB 弾で撃たれていじめられてた。そんな攻撃力あったのか、痛そうだな。あー、ひどいね、それは。それはもう怒鳴り散らしていいんだよ。そのガキを BB 弾で撃てばいい。それも違うか。でもそういうことでしょ。動物に BB 弾撃つ。俺嫌いだよ、そういうの。そう、だから農民一揆をする権利があって初めて民主主義が成立するっていう。そう。だから民主主義。だからね、そういう価値観、歴史的な価値観を背負ってて初めて民主主義って成立するのに、他の国に押し付けてもダメだよね。実弾で撃ったらダメでしょ。それ多分殺人だからね。それはダメダメ。世界に散らばる中国人はみんな兵隊。あ、そうなの？華僑って兵隊なの？まあ情報収集部隊とかじゃないの？正確に言えば、いや笑えない笑えない、怖い怖い、競技用 BB 弾アマゾンで売ってる。へえ、あ、競技用っていうのがあるんだ。そういうスポーツが娯楽のために動物やるのはやめてほしい。スポーツとかハンディングとか。あー、娯楽。娯楽。スポーツハンティングか。確かに。狩りで食うんだったらいいよね。俺もそうだと思うな。食うだよな。やっぱ、食うことだよな。もっとエグいのも売ってる。確かに武器がなければ革命のために武器闘争できない。そうだから、なんだろう、アメリカ人のアメリカ人らしさってそこなんだよ。だからよくね、いろんな殺害事件が起きるじゃん、銃の。その時にね、もっと民間が銃持ってればこんなに被害多くなくてよかったのにって毎回そういうアンケートになるじゃん、国民の声が。わかる。あのラスベガスの乱射事件とかも、ホテルマンが銃持ってたら大丈夫だったのにっていう日本人には到底理解できない感覚だよね。
スイスはほら、永世中立国だっけ？軍隊を持ってないの。で、周りが全部ね、強い国でしょ。だけど200年間戦争がないんだけど、それスイスだよね。合ってるよね。永世中立国。だからどこの国にも兵隊を、こう、派遣したりしないと。いや、戦争に加担しないって意味なんだけど、だけど、なんで200年戦争が起こらない、侵略が起こらなかったかっていうと、一家に一台マシンガンが国から支給されるの。で、何かが起こった時、国家全員が兵隊に変わるの。すごいよね。要は、もう兵士はいない。全員でやるっていう。戦争の時は全員マシンガンで応戦。すげえ。それは嫌だよね、軍隊からしたらね。民間人と戦うの。アメリカはライフル協会が力で、全米ライフル協会で。でもまあ、ライフル協会力あるっていうか、まあだから、ね、軍の名残でしょ。南北戦争とかの。要は、銃そのものがアイデンティティなんだね。俺らは国を取ったっていう、勝ち取ったっていう、移民の国っぽいよね、やっぱり。コスタリカも非武装中立。あ、そうなんだ。日本はもっとすごいよね。世界ね、人の国のことを笑ってるけど、まずね、戦争自体を放棄するっていう、ね、交戦権を持たないっていう、すごいよな。よくよく考えたら人のことを笑ってる場合じゃないぞ。いいか悪いかは別問題として、そんな国ないよな、多分。武装権を放棄する、戦いません、意味が分かんないもんね。なんか将棋で言ったらどういうことだろう。どんだけ攻め込まれても駒は取りませんってこと。冷静に考えると一番おかしいの日本でしょ。アメリカ、あ、こんにちは、テリアさん。アメリカやロシアで実銃を撃ったけど反動が結構ありますね。小さな銃はあんまりないけど、大型の銃は反動がきつい。すごいよね。俺、撃ったことはないんだけど、クレー射撃のオリンピック選手が知り合いにいて、ここ真っ黒だった。血まめで。ショットガン。ダン、ダンって、こう、跳ねるよね。一回体が後ろに。オリンピック選手の身体能力でそれだからな。いや、でもアメリカは守ってくれないってなったら、本当終わるよな。駒動かしませんかな。あ、もうその前か。そうだよね。駒動かしませんだよね。そうだ。ビリーありがとう。そっちの例えの方がいいわ。相手の駒を取りませんじゃないよね。侵略しませんじゃないもんね。守りませんも含まれてんだもんね。確かに。それならみんな、いや、だからアメリカがまあバックボーンだからでしょ。ベアースペシャルさん。アメリカの後ろ盾ありきの法律ってことでしょ。ショットガンすごいよね。のんちゃんに買ってあげたエアがのんちゃんのものだから俺わかんないよ。グロック。専守防衛だから穴熊とかの守りの方だけはする。あーちょっと待って、この将棋何そう、日本の憲法を将棋に例えるのすげえ食いつくじゃん。うまいこと、うまいこと、何ぐいぐい来るね。そうだよね、専守防衛だから穴熊とか矢倉とかは組むと。だから駒を動、何この
その日本の憲法を将棋で例えようの会みたいになってんの。領海を北朝鮮に荒らされても何もせず唖然と見てる日本はもう終わり。スイスのまあ櫓とかね、穴熊とかね、囲い系はやるってことだもんね。スイスの建築基準法は核シェルター完備でないと許可が下りない。へえ。核シェルターがあって家に一家にマシンガンがあると。まあまあ意識高いよな。一家に一台マシンガンがあるってすげえな。でも拳銃がない日本はいいなとは思うけどな。一応自分の陣地に来たら応戦する3段目以内で、ね、いや飛車を取られたら抗戦できる。なるほど。いや。いじりずれ、いじりずれ、これずっと探してたんかい。ちょっともう時間が経ちすぎたからトーク組み立て直すのが嫌だ。なんか30分前ぐらいにカオスがそのカオスに似た写真の話からもう要は30分1時間ぐらい前の話のURL をカオスがあのブラインドで送ってきたんだけど、あのね、今からまた一から元に振り出しに戻って、いやカオスに似てる写真がっていう流れを組むのがすげえめんどくさいんだけど俺。ゼロからセットアップして写真を見せて笑いを取るまでの作業がすげえ辛いから、そう鮮度がそうそう、あの意外とそうパッと見せれば面白いってわけじゃないんだよ。組み立てが大変だから嫌だ。今民兵とかさ、こんなさ衛星中立国とかさ、矢倉がどうとか言ってる中でさ、この写真で笑い取れないでしょみたいな。いやなんかそのカオ、さっきの話はそのカオスのねイラストそっくりのイラストがあったよっていう話で、でそしたら今度はいやカオス実は俺アフガニスタンの山奥でなんか拳銃作ってる写真が出てきたんだよねっていう話題になって、で30分いろんな話をしてカオスがやっと見つけた俺の写真っていうのがこれだよ。弱いって。まあ顔似てるけど、ちょっとこの写真で笑いを取るにはトークをもう一回組み立て直さないといけないから、それには8分から9分かかると思ってる俺の計算だと。俺の計算だと8分から9分かかるからちょっとだるいわってなった。っていう話で、そうっていう話、そう。面白いね。そうライブだからね。いやだからその持ちネタの話とかってあるじゃん、それを振りを間違えるやつっているの。なんかね、例えば俺が、いや、和道さん、例えば上手い振りをする人がいるんだけど、上手い振りをする人っていうのは、なんて言えばいいのかな。例えば俺の持ちネタで、焼きそばにビールかけるのが、やつって、すごい嫌いっていう、小ネタがあるのよ。それをね、もう落ちは簡単なの。いやバーベキューをやると必ず焼きそば焼くときにビールかけるバカがいるよねっていうオチなのよ。これを言い方で面白くしてるのに、ワドコメント下手なやつね。ワドあの話して焼きそばで
ビールかけるやつの話してよ。バカすぎるでしょ。お前がオチ言ってて、焼きそばにビールかけるやつの話してって、そこが全てなんだよ。何その話ってなって、俺が、いや、焼きそばにビールかけるやつ嫌いなんだよねって言って、笑い取れねえよっていうさ、わかる？この感じ。っていう、その、なんつうの、リスナーと配信者が噛み合ってない。リスナーは、わど、あの話すっげえ面白かったっていうのわかるんだけど、そう。お前その振り下手すぎるっていう。そう、配信者を殺しに行く黒柳徹子スタイルの。はい、ああ、どういうオチでしたね。じゃあそのコントをやってみてくださいっていう。あ、じゃあやりますっていう。あの、いや、黒柳徹子スタイルは本当に嫌だ。うん。うまい人だと、いやー、なんか、いろんなところに勘違いしてる人とかいるよね、和道とか、そういううまい振り方をしてくれたりとか、なんか誘導してくれるんだけど。そうそうそう。セットアップをしてから、温めてから本題に入りたいタイプだから。ネタはきっちりやりたいタイプ。面白いね。いや、黒柳徹子芸人殺しでしょ。お、黒柳徹子芸人だけじゃないんだよな、本当は殺してんの。それでは今回のゲストは1990何年に何々賞を受賞された何々の何々さんをご紹介したいと思いますけれども、実はこの主演女優賞で、取ったアカデミー賞の際にですね、こんなコメントを申しておりまして、こうでこうでこうでこんなことでね、話題になった人なんですけれども、アカデミー賞を取った時の感想はどうですか？そうでございますか。で、何々という映画でね、また話題をブレイクさせていただいて、その後しばらくはなんとかだったんですけど、何々何々でこうでこうでこうで。で、また新作のドラマが話題となっていて、こうでこうでこんな話題となっていて、こういう社会現象起こっているんですけど、今回のドラマについてどうですか？っていうスタイル。徹子スタイル。うん。喋らせねえよっていう。お前が喋る新しい情報一つもないぞっていう。ステルスなら流すのも使うのも配信者側が選べるからね。そう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 。うん、そう。それ大事。うん、恐ろしい、それを俺は、それが、そんな徹子が大好きだったんだけど、唯一徹子が負けた回があるの、俺の中で。徹子の部屋の中で。それがローラの回なの。ローラの回はすごかったよ。だから、はい、今回のゲストはね、ローラさんといってね、何々人と何々人の方のハーフでいらっしゃって、とても可愛らしいですね。何々で何々でこうでこうでこうで、こんな可愛らしくてね、素敵なお嬢さんね、つったら、うーんつって、うーんって、徹子さんも可愛いよってやって、あの、徹子を終始イラつかせるっていう。俺はね、あのね、ローラと徹子の部屋、徹子の神回、マジで見てもらいたい、あれは。俺は徹子の部屋結構好きなんだけど、実はそっくりなの、徹子とローラって。だからもうバッチバチに噛み合ってないし、噛み合ってるし、もうなんつうの、すごかったね。もう終始ローラが徹子を煽り続けるみたいな絵になってて、なんかもう、マウンティングの試合なの、キャラクターの強さので、俺は思った、あの、徹子の部屋を引き継げるのはローラだけしかいないって、お前だって思った、ローラの部屋。うん。いや、 YouTube に残ってるかもしんないから一回見た方がいいかもしんない。俺徹子の部屋結構好きなんだけど、ローラが一番面白かった。うん。あれはすごい。愛の伝道師さん、お疲れ様です。弾薬庫がすっからかんでございます。ああ、ありがとうございます。バカ14個、ありがとうございます。お疲れ、そうそう。愛の伝道師ですよ。はい。まだね、あの、リスナーの層が入れ替わってるから、ここでは何のことかわかんないけど、まだ朝の部と夜中の部しか試してないから、昼の部では試してないから、カオスとかテリアとかわかんないから。うんこさんとかね。まだ被害に遭ってないから。あっためあっためやんないと、やっぱり旬な時期をガーって詰め込みすぎると、あの、ダメになっちゃうから。そうそう、昼の分はまだなかったことになってるから、じわじわ行こう、じわじわ戦略的に。そう、
まだあのね、小出しでいかないと。だって4時間枠で37発花火が上がった回なんてなかったでしょ、今まで。だから俺はこのやっと作った配信歴5年目で、ついにね、今朝神回というかね、花火が上がり、閲覧も減らず、みんなが楽しいっていう神の放送にたどり着いたわけだから、昼間のリスナーはまだ気づいてないから。将棋、あのね、将棋は盛り上がるよ、生放送は。構造上絶対盛り上がる。将棋ってさ、要は、俺だったらこう打つとか一緒に考えたりとか、その、ネット弁慶みたいな人が、全員がそうなわけじゃん、将棋っていう世界って。だから、みんなでわちゃわちゃ、ああだこうだ言い合う競技だから、盛り上がるんだよ。将棋は生放送向きなの、そもそも。そんなことがあった。そう。今朝俺は進化したんだよ。ついに配信を完成させた。和道流配信、そう。和道流配信術がついに完成したの。答えが出たの。もう。閲覧も減らない。アンチもいなくなる。放送は楽しい。花火は上がる。頭使うっつうか、もう頭だけの世界だからね。メタモルフォーゼで完全に羽化したよ。羽ばたいたよ、今朝。そう、完全に優雅に空を羽ばたいた。だって和道の枠でさ、KK カオスさ、37発4時半の枠で見たことある？ないでしょ、カオス。まあ、ここ半年ぐらいないはずだよ。俺は羽化したんだ。そんな夢のような配信が前の枠にあった。花火あげたらわかるよ。そう、花火をあげたらわかる。ただあげなくていい。俺はじっくり昼間ゆっくり浸透させていきたいから。そう、俺は行き急ぎてなくて、そう、このネタは寿命を長くやっていきたいから。そう、花火はあげちゃダメ。ゆっくりじわじわ行くから、じわじわ。じわじわ。だからあえてこの枠は花火なしでも楽しめる枠。黙っといて。そう。これはじわじわ来るから。その時に遭遇した時、花火が上がった瞬間見たいっていうバズマーケティングだから、これは。仕掛けだから。 だからもう花火が上がってるところに居合わせたりするのはラッキーだから。 ラッキー。ふうっつって なあ、そうそうね。また変わりました。何が？花火大会？変わってないよ。もうこれからずーっとあのスタイルでいく。もう鉄板の花火芸身につけたから。気長に期待してます。あ、うんこさんもいなかったんだっけ、今朝の枠。うんこさんもいなかったんだ。もったいないことしたね。ヤナラッキーいたもんね。まあまあ、楽しみにしてて。幸せな気分になれるから。めっちゃいいじゃんってなるから。なんだこれってなるから。まあまあ、別の話しましょう。今、石野くんとこ、今朝、あ、そうだったんだ。石野がいいんだよ、最近幸せそうでさ。すごい、ハッピーなんだよ、石野が。ハードル上げてないよ。ハードル上げてない。ちょっとした変化だから。そういうもんなんだよ。些細な変化で全てが入れ替わるっていう。そう。で、その鍵は愛だったっていう。そう。俺はリスナーを愛することができるようになった。で、一種のね、なんか、イチャついてたっていうのね、なんか結婚してもいいぜ、みたいなね。なんだっけ？何さんだっけ？あの人。いえ。ね、あの女性がね、素晴らしい人なんでしょ。石野の才能っていうか、石野を幸せにすることができたの、あのリスナーさんでしょ。何さんだっけ？とも、ん？トトさん？トトさんじゃない。トトは俺のリスナーだわ。なんだっけ？何さんだっけ？今、ど忘れしちゃったけど。谷さんだ、谷さん。そう、谷さんが石野のことを幸せにしたんだよ。
30年間うつ病で悩んでた医師の救った配信、ね、リスナーなんだ。だリスナーが配信者のこと救うことっていっぱいあるからね。うん。本当にいっぱいあるよ。俺は何度も救われた。結構が機嫌良くなってるな。うん。医師のが幸せになるっていうのはね、そう。天変地異だからね。30年間起こらなかったことが起こるんだよ。うん、だから石野に足りないのは愛情だったんだよ。愛を手に入れたんだよ、石野は。でもなんか、本当に最近幸せそうで嬉しいよ。あんな石野見たことないから。本当ね、気分良さそうに放送やってるし。あいつはすごい。ねえ、リスナーさんにあとやからなくなったよね。消えろとかさ、コメントすんなとか、ブロックだとかなくなったから、すげえいい感じだなとか思って。仮想は仮想なんだろうけど、生活できてるし、ねえ、パートナーもいっぱいできて、楽しそうだよね。やっぱ仲間が必要なんだよな。同じような考え方とか、自分の考え方に共感してくれる人は、生きていく上で絶対必要なんだよ。じゃないと心がすさむんだよね。お、なんかリズム刻む。なんかバージョンアップしてる。煽り体勢ゼロだった。昔からゼロだったの。だからすごいなんか伸び伸びやってて良さそうだよね。まあ面白さは減ったのかもしれないけど、昔のファンからすると俺は全然本人が幸せなら一番いいと思ってて、うん、すげえ穏やかになったよね。だって石野が結婚してやろうとか、お前可愛いなとか、そんなセリフ聞いたことないもん。うん、俺のこと養わせてやろうかとか、意味がわかんないよね。どんだけ名台詞だよ。うん、すげえ上手くなってるね。上手だね、ペコ。すごい上手かったよ、今の歌。新バージョンできてた。トゥルテッ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 テ。うまくなってる。進化した。パターンが変わった。まあね、飼い主が喋り上手だからね。うん。ミッションはすごい繊細だからな。感性が独特だし。ペコの歌がどんどん進化していい感じだな。でもなんかいいよね、オスがダンスと歌で女の子を口説くっていう、その生物のそういう感じがなんか好きだわ。男は歌とダンスで女を口説くっていうね、うん、よくない？なんかその生物学的に言うと男の方が肌の劣化とかしないんだよね。だから化粧が必要ない。だから鳥とかライオンとかでもそうなんだけど、その縦髪が生えて綺麗じゃん。その生物的に見てでっかく見えたり力強く見える。あれはオスだからなんだよね。でクジャクとかもこうバーって広げて綺麗なのオスじゃん。だからオスの方が実はその美に実は特化してるんだよ。だからヒゲとかもそうなんだよ実は。男らしさの象徴とかね、肌が男の人の方がいつまでも綺麗だもんね。うん、うん、男の人の方が綺麗だ、うん、男の方が寿命短いんだけどね。うん、あとそのいざってなった時命張らないといけないから。
すげえな、今日はいっぱい歌うな。もうすごいすごい。動物はみんなオスの方がおしゃれして、メスの毛引いてるのに、人間は逆だからめんどくさい。ああ、そうだよね。人間はね、女性がメイクして綺麗にしてってね。なんだろうね。確かに。人間は男の人の方がシンプルだったりするもんな。なんなんだろうね。確かに。なんなんだろう。確かに言われてみたら。ねえ、女性の、人間の場合、美意識高いの女性だもんな。言われてみたらそうだな。変だね。まあ、最近は男もメイクするか。確かに何なんだろうね。これ研究とかしてる人いないのかな？ねえ。あ、いい問題提起だね、うんこさん。人間は逆だよね。確かに言われてみたら。おかしいよね。ねえ、そうだな。確かに気づかなかったな。動物の場合はオスとかの方が歌ったりね、たてがみとか、色が鮮やかだったりする。面白いな。人間は逆だもんね。完全に逆だもんね。確かに。だって、のんちゃんエクステとつけましてたもん。俺は毎日同じ T シャツ着て。ねえ、おかしいね。服を着るようになったから。ほう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 。ああ、そっかそっか。素肌のま、ああ。いや、ワド君は今寝てるよ。ワド君は学校行ってる。確かにな。確かに。ね。女に貢いでお金がないから。ああ、でもそういう話面白いのって、女の人が理解できない男の行動って、男ってコレクションをするでしょ。まあ俺の部屋の漫画とかスーファミとか見てもらえばわかると思うんだけど、これって何の名残か知ってる？動物の頃の名残あるんだよ。男の方が、その何かをコレクションして部屋に飾るのって、男の人が特に多いでしょ？フィギュアとか。あれは、狩猟をした時のドクロとか毛皮とかを部屋に飾る本能があるの。で、俺はこれだけイノシシとかが取れるよ、豚さんとかが取れるよ、俺と結婚したら食ってけるよっていうオスのアピールなんだって。それの本能の名残がこの漫画の棚とかだったりするの。それがこれ。モテねえわっていうね、逆にね。それがこの本棚なんだよ。そう、女の人はこれ理解できないでしょ。そう、それはだから、その狩猟本能の残りなんだって。そう、収集癖は、その俺はこれだけっていうセックスアピールなんだって。そう。で、違うんだよ。今はその狩猟がなくなっちゃったから。銀猫さん、どうしたの、いきなり。今花火くれたよね。こっち来いよ、銀猫。花火ありがとう。っていうように、オスとしての過去の狩猟本能があるんだよ。オスとしての過去の狩猟本能が。だから、そういう、欲張りだよ。今、俺、雑談してるんだぜ。仕事中でも、欲しがりだな。でもそんな銀猫、俺嫌いじゃないぜ。なあ、みんなの前でこんなことされてる、興奮するだろう。花火ありがとう。っていうね、その、なんか動物としての本能、動物としてのその本能って面白いなーっていう、そういうのはあると思うの。そういう、なんつうんだろう。お前は本当に。どうしたんだよ。なんだよ。そんなに嬉しかったの。そんなによ。キスばっかりしてるとよ、唇カサカサになるだろ。
なんだよ、冬場だから銀猫も唇乾燥する？潤してやるよ、お前。な、銀猫、あんまり普段コメント書かないお前だけど、俺そんなお前嫌いじゃないよ。これからもよろしくな。花火ありがとう。っていうようにね、いろいろあるから。いろいろある。だから、なんか面白いのは、男と女の違いとか、動物とか、いや、だから、魔法がかかるから。花火が上がると、やっぱり魔法がかかるから。なんだよ。どうしたんだよ、銀猫。最近なんかお前変じゃねえか。寂しいのか。こっち来いよ。銀猫、お前が男とか女とか、俺そんなん気にしねえから。出会ってまだ日が浅い。恋に時間なんか関係ねえよ。花火ありがとう。何その、なんかトイレ行ってこようとか。すごい今、ディズニーランドで言ったら、ディズニーランドで言ったらエレクトリカルパレード。今一番テンテレテンテンテンテレで、子供もカップルもめっちゃ盛り上がるところだからね。なんでそういう、なんか唇がカサカサとか、キモいとか、肛門を近づけないでくださいとか、寄り目とか。やめてよ、本当に。魔法だから、これは。だから、俺はね、今まで、だから言ったでしょ？閲覧も上がる、コメントも上がる。ね？アンチはいなくなる。花火は上がる。もう、俺は答えを出したの。みんなが幸せになるっていう、その、ハピネスな、もう、昨日編み出したの。そう。俺は配信の答え出したから。それまでは普通にやるの。そう。もういいの。和道流配信術が完成したから。これが答え。これが配信5年目でたどり着いた答えだね。そう、ウィンウィン。そう、俺は今まで愛が足りなかったんだよ。愛をもらうばっかりで。気づいたの。愛は与えなきゃっていう。そう。愛を与えていかないといけない。そう。やっぱり愛には愛で。で、これがあれですよ。もう、花火一枠で37歳初上がったっていう伝説の配信の始まりだよ。いいの。終わったら終わっただから。久々に来たら何してんの？いや、わかんない。でも、これが答えなんだよ。俺がたどり着いた。これが答え。やっぱ愛は、やっぱキッス。リスナーっていうのは、じゃあ、リスナーにとって和道って何？って言ったら、まあ、友達とか、仲間とか、まあ、フェメリーとか、まあ、あと恋人とかね。やっぱ、そこから何を連想したかっていうと、俺はもう、最大限配信でできるサービスは、もう、キッスしかなかったから。もう、魔法をかけようと。それが俺の答えだよ。そう。そしたら、のんちゃんがふてくされたっつって、気持ち悪いっつって。のんちゃんにくっそ怒られてるから今。 そう、残り10分でのりこが目覚めて、のりこはふて寝してるから今。 バットトリップしてたみたい。のりこ激横だから、しっくりくるでしょ。で、これにはルールがあって、実はなんで花火が上がったかっていうと、ここにはルールがあって、花火を投げた人は今見てる人、例えば KK カオスって書いたら、花火を譲る権利があるの。そう。だから、例えばリスナーさんにもいろんな事情がある。いや、ダメよ、和道さん。私、旦那がいるの。だから、このキスカオスに譲るわ。とか、あるでしょ。いや、洋平くんは今配信者として旬なの。私にキスをするんじゃなくて、洋平くんにとか、みかんさんにとか、キスを譲ることもできるの。花火師さんだけに。そしたら、キスのなすりつけ合いが始まったのよ。キスのなすりつけ合いが始まったの。カオス。
お前、シャイなところあるよな。この前、外配信、すげえかっこよかったぜ。俺、本当は、リアトすげえ行きたかった。お前と、こういう風にできるの、楽しみにしてるから。花火ありがとう。っていうこともできるから。そういうシステムだから。よろしく。うちはもうこれでやっていくから。5年目。5年目についに配信スタイルが完成したんだ。いらない、いらない、いらないっつって。そう。そう。夢に出てくる。他のアイテムは、だから、やっぱりその、投げキッスぐらいだよね。その、パフェが投げキッスぐらいになっちゃうね、どうしても。吹くのが一番面白いって言ってたね。ね、30回ぐらいやるとルーティンワークになってくるから。そうそう。みんながね、愛に溢れるわけだから。逆に、俺もキス欲しいみたいなね。初見さんが来たら、初見にもキスをって言って。なんか初見さん、挙動ってたよ。わーっつってたよ、男の人。初見ですって言ったら、なんか初見さんキスされた後、わーって言ってたよ。何これ、みたいな。そう。そう。名を呼ぶことによって離席できなくなるからね。どんなキスなんだろうってね。ありがとうございます。そう。いいだろう。誰もでも、誰も真似ではないからね。そう。誰の真似でもないし、そう。完全オリジナルで、銀猫。まあ、これくらいだよね。やっぱパフェになると、こうなっちゃうんだよ。そう。やっぱり、キッスが欲しいみたいよ。やっぱキッスだわー、つって。やっぱキッスだわーっていう。しょうがねえな。銀猫。お前のプロフィール欄、今見てるぜ。NG、ワドをシシシってどういうことだ？俺のアンチなんだろ？俺はお前のプロフィール今見てるぞ。だけど、お前アンチかもしんないけど、今までごめんな。これから優しく。花火ありがとう。みんな銀猫のプロフィール欄見に行ってください。はい。わかる？アンチが囲いに変わる瞬間だから、これが。NG、ワド、シシシだからね。NG、ワドだからね。やばい、ワド、ワドっていうのがもう、ワドアンチ、シシシな感じが出てて、俺は好きだよ。銀猫好きだよ。そう、これからはもうアンチゼロで行くから。これからはアンチゼロ運動。愛の放送だから、愛の放送。ひどいこじつけだよね。そう、ひどいこじつけ。でもほら、やっぱキスを、銀猫からキスしてってあるわけじゃん。で、そういう時あると思うの。もう、今日は、キスされたいって。和道にキス奪われたいのって。今日はいいのみたいな日は、和道に花火投げればいいの。いいの、誰でもいいの。誰でもいいから私の唇奪ってよみたいな日あるでしょ、女の子は。ないの？ あるでしょ？そう。今日はいいのっていう、そんなニーズに応えていきたい、俺は。俺はそこに応えていける配信者になりたい。わかんない。銀猫さんはツボったらしいよ。そう、銀猫さんは欲しがるよ。銀猫さんはキッス大好きよ。やっぱ分かってるから。愛情が深いから。そう。コンセプトはいいでしょ。愛を配る。平和にする。敵対をなくす。そう。やっぱり俺もアンチと、こう、怒鳴り合ったり、ディスり合ったり、5年間、いがみ合ったり、ダメだと。やっぱ、抱きしめたい。キスしたいっていうのが5年目の境地。キスをして、キスをすれば平和になるっていうね。キスで俺は配信会変えるから。
今日だけだぞ。ニンネコ、花火ありがとう。こういうパターンもあるね。そう。ハードボイルドとか、かっこつけだけじゃない。かわいいキッスもあるから。わ かる？足立満風？語尾にゾがつくパターンとかもあるから。でもあんまりやりすぎると、このネタの寿命が狭まるから、小出しにやっていくっていう。小出しがいいっていうね。やっぱりその、やればやるほど、プレミア感がなくなっていくから、諸刃の剣だと思って。それがさっきソースと話してた、このネタの寿命はなるべく長くしたいっていう話。お腹いっぱいになる可能性があるから。毎回フリスク食べたりね。 なんだよ、今日は俺のこと独り占めしたいのか。お前嫉妬深いところあるな。銀猫、目つぶれ。花火ありがとう。 そう、これが始まるとね、雑談配信が潰れるっていう。雑談配信者を殺すっていう。そういうこともあるから。儲かる唇だな。いやいや、何や、ビジネス的な、ビジネスキッスじゃないから。やめて、そのうんこさん。何その儲かる唇って、ビジネスキッスみたいな言い方やめて。違うよ。トゥルーラブだから。銀猫と花火が上がった瞬間だけは魔法がかかるの。魔法だよ、これは。だから画面、キスした後、ホワーンってなるぞ。あれは魔法だから。ただね、カメラが壊れるのが早くなりそうで嫌だよね。カメラがびっちゃびちゃなんだよね。カメラがびっちゃびちゃなの、今日。よかったよ。喜んでもらえてよかったよ。汚いってさ、なんでそういうこと言うの？俺のこと好きだったらさ、そんな発言にならなくない？もっと本気で、こう、和道にコミットしていこうよ。ねえ。フォローするとかさ、やっぱコメント書くっていうことは和道好きなんだから。そういうことだよ。やめよ。汚いとか、肛門とか言わないで。肛門みたいな、肛門のキスとか、テロとかやめてください。もっと癖になるわーとか、和藤さん素敵みたいな、シュッシュッっていう、そう、愛で溢れる感じでいこう。愛で、ラブ&ピース。そう、汚いのも好きですもん。ダメ、綺麗だから。俺だって今日もしかしたら花火あるかもと思って、枠の前歯磨いたかんね。謎だろ。謎だろ。わかる？デートする前みたいな感じで、この枠開く前、歯磨いたんだよ、俺。すげえ、マナー守ってるから。俺何やってんだろうと思ったもん。なんで俺歯磨いてんだろうと思って。謎だわ、と思って。謎の、やっぱりキスするのは歯、すげえ磨いたよ。ねえ、やっぱり、ねえ、ロマンスは突然やってくるからさ。万全に備えておかないとダメだよ。なんだろうね。何の話してたっけ？あ、今いる人手上げ。ちょっと話題がずれたから。誰がいるのか誰がいないのか分かんなくなってきたよ。今いる人手上げで。まあ、いろんなパターンを研究していこう。ヤナラッキーいらっしゃい。うんこさんいらっしゃい。うんこさんいらっしゃい。二人しかいないの。少なくね？絶対嘘でしょ。ありがとうございます。
だから、まあ、二人で、楽しく話しよう。楽しんでいきましょう。頭がぼーっとしてる。あ、うまいね。そういうコメント待ってた。ミノムシさんいる？大丈夫。息してる？魔法解けて。魔法がかかりっぱなしだから。切り替え大事だからね、切り替え。切り替えてこう、ちゃんと。切り替えてこう。ああ、髪の毛切ろうと思ってんだよね。単発の方がいいかな。思いっきり短くしようと思ってんだけど、どう思う？せっかくここまで伸ばしたけど。やっぱ似合わないよね、ハゲてるから。長いのダメだよね、ハゲは。短くするの賛成？みんな。どう思う？スポーツ狩りみたいな、バッチリ短くしようと思ってんだけど。どうすかね？ちょっとね、なんか長すぎるかなとか思って。セットもしづらいし。ハゲてるでしょ？めちゃめちゃハゲてるでしょ？デコ広い系男子や。あー、体今日休める。よかったよかった。賛成？じゃあ思いっきり短髪にしようか。ちょっと。バッサリね。ちょっと長すぎるね。短くしてくるわ、今度。のんちゃんの好みは短い方がやっぱ好きみたいよ。長くなるとね、なんか、ハゲ隠し感が出てくるから、どうしても。どうしても、ハゲを隠してる感は出したくないのね。もっとハゲを前面に出していきたい、俺は。ハゲてても構わないぜっていうね。ああ、短い方がいいかな、イルカさん。メガホンありがとう、マミちゃん。中央が薄いと横が、もうさっき、そう、こういうところね。こういうところ、そう。ここが。だから、なんだろうね。オールバックとかにするとそうでもないんだけど、こういう感じで流すと。ここは2ブロックなんだよ、実は。後ろ側に流すとそうでもないんだよね。こっち側をこう押さえたら。でしょ？でもね、長いからセットがしづらいんだよね。そう、前進してんの。強風だから、強風。でも髪の毛の赤は俺ありだと思ってんだよな。花火オンリーだね。魔法がかかるのは花火オンリーだそう。まあ、しょうがないよな。男はハゲるからな。日本人は特に。ハゲは受け入れていかないと。縛る。縛ったら志村けんでしょ。縛る。こういう感じ？縛るのはなくねえか。縛るのなくない？ないでしょ。なくない？ないでしょ。ないよ。だったらバッサリ切った方がいいよ。ないよ。意外と似合う。まあちょっと短くするかもしんないわ。覚えといて。短くするかもっていう。短い方が清潔感あっていいってよく言われるね。そう、めんどくさい。もう俺はジャジャッとジェルつけて終わりみたいなのが楽だから。長いとね、無理なんだよね、ジェルじゃ。多分ワックスとかで丁寧にやんないとダメだから、俺は無理だわ。ジェルでいつもオールバックだから、オールバックとかザッてこうバサバサってやるから。
そういう感じが俺が好き。俺は好き。素敵な短髪待ってます。了解です。どうなるか分かんないけどね、今までアシンメトリーにしてたけど、多分普通の短髪になると思うわ。よろしくお願いします。オレンジ系、いや色は赤かな、やっぱり赤黒白の感じは。色はね、もうこの色で固定。じゃあ僕そろそろおいとまします。皆さんありがとうございました。あ、ハートココありがとう、イルカさん。ちょっとね、部屋片したりとかいろいろやるんで、また見に来てください。それでは皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。初見さんフォローよろしくお願いします。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。